炒めた具材と混ぜ合わせる。チャーハンよりもパラッとじゃないです。しっとりしてるぞこれ。はいどうも、料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、暑い日が続きますね、本当にね。今回はですね、パワーチャージ飯、名付けてですね、ネギ塩油鶏飯、めっちゃ簡単にできるんですよ。それでは早速作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まず材料紹介いってみたいと思います。今回ね、僕の大好きなね、鶏肉、ご飯ですね。今回 200g 温めたもの、温かいものを使用します。はい、長ネギですね。これね、2分の1本、だいたい 50g から 60g、 青いとこでも白いとこでも大丈夫です。 L サイズの卵1つ。はい、味付けなんですけども、まあ、塩コショウ、まあ、これ基本の調味料なんで使います。あとごま油ですね。一番重要な、もうね、ほぼこれ1本、山佐さんのこれうまつゆです。はい、甘みがね、特徴的なですね。お湯と割るだけで、お吸い物チックなね、味になったりですね、和洋中にもかなり使えるような、調味料になってますので、こちらを最大限にですね、これうまつゆの味を最大限に生かして、やっていきたいと思います。ということでですね、今回はめちゃめちゃ万能つゆのですね、これうまつゆを使っていくんですけども、これうまつゆに負けないぞっていうですね、心意気をちょっと見せていきたいなっていうふうに思います。もういいんじゃない。やっていきたいと思います。負けませんよ。作っていきたいと思います。まあ、ネギはね、細かい方がいいです。ちょっとね、粗みじんぐらいにしましょう。そうしましたら、こんな感じでね、ザックザックと切っていきます。そこまでね、がっつり細かくしなくても大丈夫です。後でね、炒めるので、粗みじんぐらいですね。こんな感じでも大丈夫です。はい、鶏肉はね、できればね、ちょっとね、細かめのがいいです。これはね、半分ぐらいに切っていただいて、半分に切っていただいて、あとはね、こう、細かめに切ってあげてください。細かめの方がね、ご飯と馴染みますんでね、細切れっぽくしていきます。はい、炒めていきたいと思います。じゃあね、火つけていただいて、まずですね、ごま油ね、大さじ1杯これをフライパンに入れます。もうね、鶏肉も入れちゃいます。塩コショウ、はい、パラパラと。はい、鶏肉から炒めていきますね。皮の部分をね、重点的にこのフライパンに当ててあげてください。そうするとね、鶏からいい油が出てね、これがご飯に絡まってめっちゃ美味しいんですよ。そしてこの鶏肉とごま油の香りがすっごくいいので、この香りを逃がさないように飲んでいきます。で、そうするとですね、こんな感じでいい色がついてくるんですね、鶏肉に。端に寄せて炒めた方がいいですね。そうすると油がね、肉に全体に回って、全体に火が通りますので、こんな感じでいい色に焼き上がりますね。そしたらですね、長ネギをここに入れていきます。こんな感じでね、炒めていきます。長ネギはですね、炒めることによって甘みが出ますんで、ちょっとね、炒めてくださいね、ここでね。ここまで炒まったら、ここで火止めちゃうんですよ。温めたてのものにしてください。はい、これをですね、入れていきます。これうまつゆですね。はい、今回の味付けはほぼこれに頼っています。このつゆがうまいから、これ使えば大体うまい。で、これ小さじ4、大さじ1と3分の1ですね、入れていきます。で、これ和えていきます。チャーハンではないので炒めないんですね、これね。炒めた具材と混ぜ合わせる。チャーハンよりもパラッとじゃないです。しっとりしてるの、これ。そして、これうまつゆの香りを。あ、いい出汁の香りがします。この出汁の香りを。いただきます。調理つゆの香りも逃がさない。リュウジです。ほぼ完成なんだ、これね。簡単でしょ？なんで簡単かっていうとね、もうほぼこいつの力に頼ってるので。はい。じゃあ、ここにですね、入れていきます。これ、ね、パワー飯なんで、もうガサッといきましょうね。だしの、香り、旨味を生かすために余計なものね、あんま入れてないんですよね。ほぼね、ネギと鶏肉、これの旨味を生かしてます。ほんとね、どうですかこれ。で、最後にちょっと周りに黒胡椒パラッとかけてあげましょう。卵白どうしたらいいかっていう質問あると思うんですよ。最適解見つけたんですよ、これを。まずちょろっとね、垂らしていただいて、ね、
いただきます。うまい。これね、マジね、やったほうがいい。マジでうまいっすから。ということで、ネギ塩油取り飯完成でございます。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。卵を絡めて。うまっ。最高にうまい。だしを入れてから火を通してないので、これはまずの香りが立ってますね。ネギの香ばしい香りと焼いた香ばしい鶏肉の香り、これがね、こんなに大事で、まあ本当にうまい。すごいね、さっぱりしてます。うん、ネギの食感もいいね。シンプルに味付けしてるんで、多種多様の味変に対応してるんですこれね。レモン、基本ベースが塩っぽい味なので、レモンって合うんですよ。これほっとうまいね。まだまだ終わりませんよ皆さん。おろしにんにく、ない方はチューブでも全然大丈夫ですよ。おろしにんにくってかなり香りが強いんで、ちょっと混ぜていただいて。最後ラー油ですね。ちょっと垂らしていただいて。かっこいい。これいただきます。最高ですよ。じゃあ最後にニンニクとラー油とレモン、酸味合体していきたいと思います。パラッとニンニクちょろっとレモンを絞って、少し混ぜ合わせて、これ食べてみなさいな。これ毎日お前が食べたい。これはこのこれうまつゆがね、いい仕事してくれたんで、ほんのすごく美味しくておすすめの一品になってますので、ぜひ皆さん試してみてください。ちょっとね、いい気分になってしまいましたので、ちょっとこう吸い物にしております。あ、うまいな、しみる。これうまつゆ、あとねキャンペーンも行っておりますので、こちらね、詳しくは概要欄でお伝えしておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。